Sometimes you're my anomaly, and I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you in 100 worlds. I'd find you, and I'd say I do. For the rest of my life, with all that I have, I do. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take. I choose you. プロテインなんですかこれ。はい、プロテインです。もう今出来たてほやほやの入れとこう、しっかり入れてこんなんですか。Christian wedding ceremony. それでは皆様ご起立ください。シェフが入場いたします。
たします。この二人が神皆様の前で結婚した行動を宣言いたします。 Ladies and gentlemen、 新しいカップルの誕生です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは祝福の拍手でお迎えください。私たちの結婚披露宴にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。緊張するとセリフが飛びますね本当に、はい、本日は本当に日頃お世話になっている皆様に、感謝を少しでも伝えられればと思い、この日、席を設けさせていただきました。限られた時間ではございますが、楽しんでいただけたら幸いです。本日は誠にありがとうございます。岩崎君、シャロンさん、おめでとうございます。そしてご両家の皆様、本日はおめでとうございます。岩崎君の長い付き合いの中で一つ、もうこいつには絶対勝てないなと思ったことが、岩崎君、モチベーションってどうやって保ってるのという話をしたんです。やっぱりトレーニング、厳しいトレーニング、厳しい食事、いろんなことで、その時にちょうどここにいる金銀君も一緒に、話をしてた時に、いや僕はモチベーションが下がったことないからわからない、こんなやつが世の中にいるんだというふうに私は感動しました。ぜひシャロンもそれから岩佐君も家族を盛り上げて家族は幸せになるというモチベーションをいつまでも消すことなく、ぜひ頑張っていただいて、次の世代の若い選手が岩佐シャロンに続いてどん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 夢を与えられるような人材が岩佐君とシャロン2人の行動で言動で導いていただけたら我々もありがたいと思います。ぜひお二人三人の幸せを我々パワーズ、それから FWJ、IBB プロは常に願っていますので、ここにいらっしゃる IBB プロのアーノルドクラシック初優勝した山岸プロ、それからオリンピア10タイムズチャンピオンのアイレスカイ、続くオリンピアの優勝、本当に期待しますので、ぜひ頑張ってください。本日はどうもおめでとうございました。一番近くでいろんなことを、約20年弱見てきて、こんなにすごくなるとは思わなかったですし、とても、先輩として嬉しく思っています。これからも日本人として、フィジーク、オリンピアフィジーク部門、日本人としてまだ未開の地ですね、誰も踏み込んだことのない未開の地に日本人で初めて挑戦するわけですが、コツコツ頑張れる君だったら、僕は成し遂げられると思っています。現在では、選手とトレーナーという立場で関わり合っている中ですが、必ず君なら成し遂げられると思っています。頑張りましょう。そしてシャノンさん、引き続き素晴らしいサポートをよろしくお願いします。手短ではございますが、これをもって乾杯の挨拶と変えさせていただきます。それではユキヒロ君、シャロンさん、並びにご両家の皆様方の今後のご多幸を願って乾杯。みんなスーツやべえと思って。ああ、おめでとうございます。
はい、じゃあこちらからいきます。はい、じゃあこちらもいきます。なぜキスフェイクだよね、これ。はい、じゃあこちらもいきます。いきます。はい、チーズ。そのままちょっと私のカメラでも撮ってください。こちらもお願いします。では行きます。はい、チーズ。はい、一番行きます。はい、チーズ。はい、OK です。ありがとうございます。忘れてた、俺。優しいのおもちゃまで。ありがとうございます。あ、楽しんでくれればいいけど。Oh.
デザインを考えて作っていただいたオリジナルのドレスでございます。どうぞ皆様盛大な拍手をお願いいたします。本当に本日は誠におめでとうございます。すごく幸せです。おかげさまで。
も楽しい、家族で笑いが絶えない、好きだな、家族でいるよね、いろんな時もずっと楽しめます。サプライズなんですけど、もうサプライズしますっていうのがもう前から分かってたという隠しておけない性格らしいので、ちょっといいかなみたいな、あ楽しみだなみたいな、ずっと言ってくるんですでも思ってたよりもすごいサプライズだったので、すごい感動しました。私事ではございますが、少し時間をいただいて両親へ手紙を読ませていただくことをお許しください。ママ、パパ、私も丈太郎くんの親の立場になり、ほんの少しですがママとパパの気持ちが分かるようになった気がします。そんな今だからこそ言いたい言葉があります。ママ、パパ、今日まで本当にありがとうございました。思い起こせば私はいつも温かい家族に囲まれていました。パパは朝から夜遅くまで家族のために一生懸命働いてくれました。パパはいつでも私のことを喜ばせ上手でした。何気ない日にプレゼントくれたり、いつもたくさん褒めてくれました。一応少しでも時間ができたらどこかに連れてってくれたり、本当に体力も限界のパパでした。そんなパパは時には仕事で疲れていたり悩んでいることもあったと思います。それでもいつも変わらない明るくて楽しいパパでいてくれて本当にありがとう。それがどれだけ大変なことか社会人になり親になって痛感しました。家族のためにいつも尽くしてくれてありがとう。これからママと大人の人生を思いっきり楽しんで長生きしてください。甘いものをほどほどにねママも仕事と家事の両立をして私たち兄弟を育ててあげてくれました。ママは本当に料理が上手で、毎日学校から帰宅後のママのご飯を食べることが私の生きがいでした。ママも忙しいのにもかかわらず、いつも私たちの心配をしたり大きな愛情で育てられたことが伝わりました。中学校高校生の頃、いろいろ言ってくるのがうざいと思う時もあって反抗したり八つ当たりしたりしてごめんね。今まではそれが愛情だったんだと大人になってから気づきました。ママは今でも何でも話せる私の大親友で人生の先輩です。辛い時はいつでも的確な前向きになれるアドバイスをくれたり、すごい強い女性です。今までママにもらった言葉は私の人生の財産です。本当にありがとう。母とママのような絆が強くて楽しい家庭になれるように努力していきます。そして最後に、ゆきひろさんのお父さん、お母さん、初めてお会いした時から温かく私を迎え入れてくださって本当にありがとうございます。未熟者ですが、もうこれから教えていただくことがたくさんあると思いますが、よろしくお願いします。家族から大きな愛情とここに来てくださった皆様の優しさが私たちを育んでくださいました。これからはひひろさんと2人でお互いへの思いやりを大切にしながら温かい家庭を築いていきます。どうかお見守りください。
生まれた時の重さのウェイトベアに花束を託してお送りいただきます。ご神道雪広さんの生まれた時の重さは 2900g、 ご神父シャロンさんの生まれた時の重さは 4200g です。これまでの感謝の気持ちをこのウェイトベアに託して、それでは生まれた方お母様へどうぞお送りください。はい、ユキ今日はおめでとうございます、はい、これからも僕はもうユッキーと呼ぶんでいいでしょう。とりあえずこれからも末永く、ユッキーとシャーちゃん、お幸せにしてください。岩佐さん、シャロンさん、本当におめでとうございます。 Congratulations。 ちょっと岩佐さんを追って僕もオリンピアクオリファイしてちょっとぶつかりたいと思ってるんで、その時はよろしくお願いします。もうすごい結婚式久しぶりなんですけど、うん、いろんな感動ありがとうございます。久しぶりに泣きそうになった。 We wear by yourself dressed like an angel in white on the way. Can you be like a drone straight from a song that I've known all along? Can you take the island just pulling apart the waves as I fall into your arms, tearing up roses as daylight approaches, just hoping to be what you want. Hold me up with your bare hand like some pillar guide on this road.面白かったです。それ以外ないですか。まあ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 、まあまあ、めっちゃ絞れてましたね。ちゃんとそうね、一人ね、一人別も終わりだから。本当はね、今日までも頑張ってやってきました。アクロバティックのパフォーマンスでいただいてね。来ていただいた披露宴から皆さんまた二次会のためにですね、お越しくださった皆さん本当にありがとうございます。はい、本当に、ね、結婚式を決めてから本当にあっという間で、もう本当に昨日今日まで準備に ほぼ追われてたというかね、そんな状況の結婚式の中ですね、本当皆様のご協力のおかげで無事にですね終えることができました。本当にありがとうございます。感謝の気持ちで本当にいっぱいです。本当に今日は長い間ありがとうございました。
無事に披露宴2次会終えましたね。無事に終わりました。よかった、本当に ね、なんか普段会えない人たちと、ね、会ったりとかしていいですね。すごく良かった、もう最初から泣きそうだったもんね、うん、あの入場する時からね、そう、なんか、パッてみんなの顔を見た瞬間にうわって泣き、もうこらえましたね。どんな夫婦生活を送りたい？そうですね、まあ全て頼りっぱなしの夫婦生活なんで、現在のところちょっと次からは引っ張っていきたいです。頼れる男性になりたいと思います。まあそうですね、なんか今日を改めて結婚式して、あの2人の協力し合う、支え合うってすごく大事だなって思いました。プランナーの今日まで一緒にやってくれた山野さん、はい、おめでとうございました。もう丸投げですから、はい、本当にギリギリまで準備なんでしたっけっていう、そうそう結局朝なんでしたっけって、打ち合わせ行くのも上太郎セットだからさ、どっちかが上太郎見て、どっちかがはいはいみたいなで、あれこれ何でしたっけ、内容入ってきてない本当に内容毎回は、もう全然入ってこない、まあでも本当たくさんの人にお祝いしてもらえてよかったね、はい、アドレナリン出っ放しです、大丈夫です、なんとかなります。次のイベントは引っ越し大会減量、年末はオリンピア、まあ、次はオリンピアに向けて、はい、そこに、はい、ピークを迎えれるように引き続き頑張りますんで、よろしくお願いします。はい、頑張ります。